器用だな。すみません。いや。見ていらしたんですか。その器用なことをしてるなと思って。注意は私みたいに不器用じゃなくて何でもよくおできになるそうですね。何でもできる人たちが周囲にいるから何かと教わってるだけだよ。ええ、いい教師に恵まれていると伺います。僕は嫉妬されているんだろうか。シェーンコップ中将はいい人だよ。そうですか。男から見たらさぞ羨ましいかもしれませんね。やりたい放題。女なら誰でもいい人ですから。一方的な言い方だね。君のお母さんは男から見て誰でもいいという程度の女性だったのかい。そんなことはあなたに言われなきゃならない理由はないわ。いえ、ありません、注意。言わせるようにしたのは君だ。